皆様こんばんは、モノコチャンネルです。今回は、閲覧注意の恐怖映像を8つ、ご紹介いたしますので心してご覧ください。それでは見ていきましょう。これは、リトル・アンドラージ氏によって、TikTok に投稿された不気味な映像。投稿者は最近、家の防犯カメラに、不審な人物がよく記録されているとして、SNS で情報提供を呼びかけていました。何も有力な情報は得れないまま数日が経過し、忘れかけていた頃に、さらに恐ろしい事態へと発展してしまうのでした。お分かりいただけただろうか。こちらはちょうど2日後に撮影された動画で、女性が物干し台に向かって歩いているのが見えます。よく見るとパンダが壁の穴から覗き込んでいるのです。この辺りではここ最近、ストーカーによる殺人事件が多発しているみたいです。この女性が無事に今も暮らせていることを願います。これは、RB ゴッド医師によって、TikTok に投稿された恐ろしい映像。こちらは2019年10月に撮影されたもので、公衆トイレを使っていた投稿者が不穏な気配を感じ、撮影を始めたのですが、下から撮影してみてもトイレには誰もいませんでした。不思議に思った投稿者はトイレから出るのですが、その直後、恐ろしい現象が撮影者を襲うのでした。いかがでしょうか。投稿者がトイレから出た直後、まるで投稿者を威嚇するように、扉が勢いよく閉じられます。その光景に驚いた投稿者は慌ててその場を離れ、映像は終了してしまいます。強く風が吹いた様子も見られず、誰かのいたずらとも思えません。撮影者を襲った不気味な現象の正体は、一体何だったのでしょうか。これは、2005年4月25日に尼崎市で発生した、福知山線脱線事故の際に撮影された1枚の写真。この事故で、乗客と運転士合わせて107名が死亡、562名が負傷した凄惨な事故です。当時、ニュースで大々的に報道されたのですが、その映像の中で、ある瞬間に霊が映り込んでいると話題になりました。それではご覧ください。お分かりいただけただろうか。脱線した電車の窓に青白い顔のようなものが記録されていました。
さらにこちらにも顔らしきものが映り込んでいます。画像を拡大してみるとその青白い顔は、はっきりと女性のように見えます。外にいる方々は皆、作業をしているため、窓に反射して映り込んだとは考えにくいでしょう。さらに電車の中にいる乗客の顔なのではないか、というコメントも多く寄せられましたが、角度的にも無理があると言えます。窓に映り込んでしまった女性は、この脱線事故で亡くなった人だとでも言うのでしょうか。これは、ミスターリスト氏によって、TikTok に投稿された恐ろしい映像。この動画に登場する男性は、自分の家に幽霊がいるのではないかと疑っていたようです。男性はカメラをセットし2階へと上がっていくのですが、そこで奇妙な瞬間を捉えたのです。それではご覧ください。いかがでしょうか。画面の右側から黒い影のようなものが現れ、男性を追って階段を登っていく瞬間が記録されていました。その影は深くかがんでいるようにも見え、非常に不気味です。さらにこの動画はこれで終わりません。数秒後、右の扉が勝手に動き出すのです。暗闇から青白い霊のような顔が覗いているのがわかります。果たしてこれらは一体男性に、何を訴えかけているというのでしょうか。これは、テッド氏によって、YouTube にアップされた不気味な映像。撮影者は、廃屋から奇妙な音が聞こえ、違法な侵入者がいると思い、証拠を押さえるためとっさにカメラを構えました。しかしその反証した家には、誰一人としていませんでしたが、後で映像を見返してみると、そこには恐ろしいものが映り込んでいたのです。それではご覧ください。お分かりいただけただろうか。反照した家を撮影する投稿者。焼けた部分を映し出した直後、窓のところで一瞬白い顔が記録されていたのです。その白い顔は明らかにこの世のものとは思えない。不気味な風貌をしており、まるで、来るな、と言わんばかりに、撮影者を覗き込んでいました。窓から覗く不気味な男性の正体は、一体何だったのでしょうか。これは、クリプティックメディア氏によって、YouTube にアップされた恐ろしい映像。この映像に映る公園は、以前から地元で幽霊が出ると、噂になっていた曰く付きの公園です。そんな噂に興味を持った撮影者が、
その決定的瞬間を撮影しようと公園から近いホテルに連日張り込み、例の公演を撮影し恐ろしい瞬間を記録しました。それではご覧ください。いかがでしょうか。突然アップされたブランコが揺れ始めるのです。風でブランコが揺れたのではと思われますが、隣のブランコはピタリと止まったままで、不可解なことに、このブランコだけ揺れているのがわかります。カメラに記録された不気味な現象は、一体何だったのでしょうか。これは、AN 氏によって YouTube にアップされた不気味な映像。サンフランシスコのとある建物の中で撮影されたのですが、撮影者が建物内を人がいないことを調べていると、ラウンジで椅子が動く音を耳にします。撮影者は音のする方を確認するため、撮影しながら歩いていくのですが、oh hell no. This is what I'm talking about, dude. This is what I'm talking about. This is what I'm talking about. I'm here in this building by myself, bruh. By myself. お分かりいただけただろうか。撮影者があたりを見回し、ラウンジへと続くドアに注目します。すると、誰もいないはずのドアが勝手に動き出し、まるで、撮影者を迎え入れるかのように開くのです。その光景にパニックになった撮影者は、ゆっくりとそのドアから離れ、再び廊下に戻った後、今度はこっそりとドアを確認したのでした。ドアに近づいた時に開いたタイミングから、撮影者をまるでこっちへ来いと誘っているように見えます。撮影者の記録した不気味な現象の正体は、一体何だったのでしょうか。今回は以上です。いかがでしたでしょうか。このチャンネルでは、皆様が気になるような様々な話題をまとめて配信していますので、高評価、チャンネル登録をお願いいたします。それでは、ご視聴ありがとうございました。